こんばんは、チャンネル11ですね、Eレーサー脇坂11、一流アイレーサーへの道、ボリューム7でございます。ですね、結構配信に期間が空きましてですね、多分見ていただいてた方々からしたら、あ、11ちょっとはい飽きてきたなとか、あ、このままフェードアウトするんじゃないかって思われてたと思うんですけれども、そんなことはございません。まだまだ、入りたて道半ば、これからどん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 上を目指していきますのでですね、配信していきますのでよろしくお願いします。なんで、配信を休んでたかというとですね、実はちょっとだけですね、 J スポーツでですね、スーパー GT の、 あのテストをご覧のいただいてた方々ご気づきだと思うんですけど、こちら側のですね、脇腹がちょっとですね、ボキ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 と折れましてですね、もう横になっても寝れないような状態になってたんですけれども、スーパー GT の開幕、そして 86BR デッドレースの開幕に向けてですね、ちょっと照準を合わせて直し、この配信もできるようになったということでございます。今後、配信また続けていきますのでよろしくお願いします。それではですね、いつも通りこの方々をご紹介したいと思います。レーシングシミュレーターのですね、コーチングをされてます。僕のですね、レース、e スポーツもですね、師匠として、先生として教えていただいている、KMR 田中さんでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、もう一方ですね、ライバル最初先生だったんですね、最初はね、僕が初めてすぐはですね、新次チャンネルの新次さんなんですけれども、先生としてですね、新次さんのデータとかなかなか見てたんですけど、最近なんかね、ちょっとずつ僕を意識されるようになり始めまして、なんかね、コメントもですね、僕をライバルコメントになってきて、僕もちょっとライバルとは思ってるんですけれども、今回はライバルになるかどうかはちょっとわからない、新次チャンネルの新次さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シンさん、はい、いかがですか、ブランズハッチ。いや、ブランズハッチは僕はですね、セカンドドライバーとして徹しようかなと思います。アストモータースポーツ e スポーツチームのセカンドドライバーで、はい、もういいということですね。今回はちょっと、いいかなっていう感じですね。ああ、そうですか、よっぽど、はい、今回だけはちょっと、よっぽど何か、ケヤマルさん、何かあったんですか、これは。いや、これは、ちょっと作戦も感じつつ、まあ、ベストタイムでは勝てないと、ただ、レースは見ててくださいよっていうふうに思ってるんじゃないかなと僕は思ってます。そうか、自分にプレッシャーかけないように、はい、そんな期待させずに、はい、気づけば自分の方が上やったみたいな感じですね。これね、レース中もし何かトラブルがあって前に出た瞬間には、あれあれあれってなんかいろいろ言い始めますんで、ちょっと皆さん期待していただきたいなというか、そういう様子もね、また見て取れるかなと思いますね。じゃあ、はい、その瞬間があれば、その瞬間が一番視聴者数がビビビッと伸びる瞬間かもしれませんね。いや、まあここはやっぱりね、脇坂さん、今映ってる機材もね、だいぶ、はい、グレードアップしてきて、まだ、まあ、100点とは言わないですけど、かなり良くなってきて、もう感覚もね、いろいろ、なんでしょう、車を運転してる感覚も伝わってきてるんじゃないかなと思いますんで、だいぶ運転してる姿もかっこよく早くなってきてるなと思いますんで、はい、今日はちょっと逃げ切るんじゃないかなと僕は予想してます。ありがとうございます。実はですね、僕の機材もですね、注文はしてるんですけれども、コロナの影響でですね、それぞれ入ってこなくてですね、なかなか揃わなくて、実はですね、来週に僕の一式が揃うという情報が入りましたので、これまたね、皆さんにですね、ご紹介したいと思いますけど、実はですね、今ここにある筐体のですね、ペダルはですね、ファナテックを使ってるんですけれども、 KMR さんからお借りしてまして、そしてハンドルはですね、先日ファナテックの DD2 をですね、TSK ですね、グランツーニスモでですね、世界選手権とかやられる時の筐体を作ってもらえる、この方も田中さんって言うんですけど、田中さんにですね、ちょっとお借りしてですね、DD2 で今日初レース
をさせていただきますので、その辺もねご期待いただければと思います。はい、これを手にしたからシンジさんより早なったんじゃないの。だから根本もうシンジさん8秒ですか。シンジですか。いや8秒までまだいかないですけど、8秒早になるんですよこれ多分。だからまだまだ余裕あるんでよろしくお願いします。はい、じゃあ改めまして、はい、脇坂さんがアイレーシングですとか、うん、e モータースポーツに、挑戦するというふうになったきっかけですとか、うん、目的みたいなところを教えてください。はい、そうですね、まずはですね、やっぱり僕モータースポーツメジャースポーツにしたいと思ってましてですね、ありとあらゆることですね、参加型のモータースポーツ86レースしてるのもそうですし、最近なんかはですねスープラオーナーズデスクのですね、オーナーズデスクじゃないなああそうレクサスオーナーズデスクと混ざりましたですよね。スープラオーナーズクラブの皆様とですねご縁をいただきまして、スープラのね、いわゆるスープラライフを楽しむ活動させていただいたり、まあ、車のありとあらゆることを学んでですね、そこのノウハウでですね皆さんにちょっとでも楽しんでいただけるようなモータースポーツの世界を提案したいということですね、まずは僕も e スポーツの世界を学びたいと思ったんですね。で、あとはですね、やっぱり e スポーツの世界を学ぶことによって、なんかリアルとバーチャルを融合させて、なんか昔からレーサーにどうやったらなれますかってね、子供たちとか親御さんから言われるんですけど、それはね、スクール、メーカーのスクール入ってください、カートしてくださいっていうのがベストなんですけれども、そうするとなかなかやっぱお金がかかってですね、面と向かってなかなかそれを言えないような環境があったんですけど、今はやっぱりね、e スポーツやればとか、グランツーニスモやればとかってね、言えるようになったんですよね。ですから、そういったその若者がですね、e スポーツの世界でね、活躍して、そこからリアルに行きたい人、また e スポーツで頂点目指したい人って現れると思うんで、そういう方々に、僕なんかでもなんかチャンスを与えられるようなことをしたいなと。そのためにはやっぱ学ばないといけないということと。あとね、それでやっぱ勉強してみたらですね、なんかわかんないですけど、40もうじき8になるおっさんですけれども、なんかね、カートを始めて、無我夢中で金石、俊弘や元山さんや道上さんを追いかけてたですね、あの頃に心が戻りましてですね、なんかもう一度ゼロからなんか頂点目指したいなと。まあ、おっさんですけれども、いわゆる e スポーツの世界だと、なんか頂点目指せんじゃないかなって。ましてやですね、僕の周りの環境。ね、まあ、セッティングとかいろいろ教えていただける永井さんであるとか、世界的 e スポーツプレイヤー武藤さんであるとか、ね、椎名ありささんとか、キッペ入れとくトレーシングヒーローのですね、キッペであるとかですね、まあ、田中さん、KMR 田中さん、陳治さん、もうありとあらゆる方々来られて、もうワークス体制でございます。ですから、この体制でですね、本当に頂点をですね、もう一度なんか目指したいなっていう、なんか負けたりクラッシュしたら、あの頃のような腹立ちさがですね、戻ってきて、まだまだ僕目指せんじゃないかなっていうところをですね、感じさせていただいたんで、配信をしながらですね、皆さんと共に世界の頂点をですね、目指すつもりでですね、頑張りたいなと。そういうのがきっかけですかね。うん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今、どん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 ね、登っていってるということで、早速、じゃあ、ブランズハッチのレースのセッションに入っていただいて。いきますか、ブランズハッチ。はい。まずは、予選のシミュレーションということで、2回ほどですね、アウトラッププラス2周で予選のシミュレーションやっていきましょう。やっぱり予選でね、どれだけ前に出れるか、このコースすごい大事だと思いますんで、しっかり本番想定で、予選のシミュレーション行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、おっと、上田さん、完全復帰&本日の優勝祝いです前よりですね、これはね、完全に。スーパーチャットをいただきました。はい、はい、ありがとうございます。はい。褒められて伸びるタイプでございます。よろしくお願いいたします。今、ローディング中ですね。これは予選のシミュレートをすればいいわけですよね。はい、あ、そうです。はい。アウトラッププラス2周で、そこで止めていただければと思います。OK です。はい。僕もね、一応こうやってね、勉強したんですよ。ブランズ8。これね、キッペちゃんが作ってくれたコース図に、ああでもない、こうでもない書いてですね、これを走る前に見ながらですね、これから走るんですね。もうあの頃の分かりにくいことと一緒ですよ。ええ。さあ、今、
セッションに皆さん続々と入っていってますね。で、その間、ちょっとこちらでは。ゴリッターやろ、ゴリッター。ゴリッターでよかったでね。はい。はい、危なかったです。今一瞬テンパりましたですね。早い。早い。シンジさんね、あの、はい、予選 4.5 リッターでって言われてたじゃないですか。はい。で、間に合うって言ってたじゃないですか。はい。あれ、シンジさんのラップタイムやったら間に合うんですけど。え？そういうことですか？5秒になってくるとね、あれじゃ間に合わないですね。あ、なるほど。だから全開率の差が、なるほど、はい、あのもし5秒入んのであるならば、僕も入んないですけど、入んにやったら5リッター積んどいた方がええかもしれません。あー、じゃあ積もうかな。その新次さんぴったり僕の後ろついていただいてるんですね。それはい、映ってます。僕新次さんところのチャンネル映ってると思いますね、これは。 ありがとうございます。新次さん、今あの僕の後ろからのカメラになっていただいてるんですね。はい。配信をご覧の皆さん、あの新次チャンネル概要欄にあんのかな、新次チャンネルを見ていただくとですね、僕と一緒に走る新次さんの配信が見れますし、ケンワールさんの配信を見ていただくと、はい、ここから、はい、映しております。はい、外部映像が見れますので、よろしくお願いします。仲良く走ってる姿がちょうど見えます。はい。もう新次さんはもう速さとか練習とかっていうよりも完全に配信映えしか狙っていないポジションに見えますけども、大丈夫でしょう。そんなことないですよ。でもこれでレース別々になったら、新次さん一人で淡々とレース頑張って地獄です。頑張ってくださいね。はい。さあ、このですね、プラクティスのセッションは、まあ、あの近い地域の、ね、人たちが同じ練習のセッションに入るようになってはいるんですけども、まあ、オーストラリアですとかね、他の国の方もこのセッションの中入ってくるんですが、もう見るとですね、ずらりと日本の国旗が、セッションの、ね、参加者のところに並んでおります。これはもうここで配信やりますよというふうに言っているので、おそらくこの日本人の参加されている方々は脇坂さんと走りたいというので来ていただいている方がかなりいるんじゃないかなと思います。ありがたいですね。はい、総勢11、12、13人、12人はおそらく脇坂さんと走ろうというので今 F3 に来ていただいている感じがしますね。前でクラッシュしはりました。前でクラッシュしたんでちょっとタイムロスしました。そうですね、ウィングが落ちてるかもしれません。あー、大丈夫ですね。はい、シンジさん離れてます。大丈夫です。これはあれですね、ダウンフォースがね落ちないようにちょっと開けたんですね。そうです、そうです。さすが分かってますね。さあ、現在予選のシミュレーションということでアタックラップに入ってきております。はい。さあ、ちょっと簡単にですね、アイレーシングについてご説明をさせていただくと、アイレーシングはですね、2008年からサービスを開始しましたオンライン上のレーシングシミュレーターのソフトになります。で、このサービスがですね、開始された当初から e スポーツ用として開発をされているということで、この今左上にですね映っているような、まあ、レーティングのシステムというのがあって、まあ、あの近い、スキルのレーサーの方と一緒に同一条件の下で競えるシステムというのが構築されております。で、この中でですね、リアルさを追求しているということで、実車のドライバーの方ですとかレーシングチームが多数参戦しているというソフトになりまして、まあ、世界中からですね4000人以上が一つのレースに、まあ、参戦する24時間レースが開催されるですとか、まあ、そういった特徴のあるソフトになります。はい。で、今まさに予選シミュレーションをやっているということですが、先ほどのラップは脇坂さんが1分16秒47ですかね。ちょっとガソリンどのくらいだけ持つか、ちょっともうちょっとだけ走らせてください。あ、はい。でもええか、ええか、出ます。あ、はい。新次さん 4.5 リッターでしたもんね。僕はそうですね、今もうガス欠になっちゃいましたね。
もう本当に1コーナーを抜けたぐらいでガスケースになっちゃいます。もう一回言っていいですか。はい。だからもう一回。あ、僕 3.5 リッターですね。あ、本当は4リッターでよかったんだ。はい、4リッターでいいんじゃないですかね。はい、そうですね、4リッターでいいんですわ、はい、だから僕ガスケース、うん、ガスケースにならなかったんで。だから決して、なるほど、後でキッペちゃん4リッターでやりましょうか。そうそう、4リッターやったね。そういうのもちょっと書いといてください。さあ、テンパリーノさんはまだ来てないと。まだ普通の、まだテンパリーの状態にはなってない。なってないですね。面白くない、面白くないですね。はい、まだちょっとウォーミングアップ中ですかね。はい、テンパル準備中。はい、テンパル準備してると。じっくりモニター見てます。なるほど。結構余裕があります。はい、さあ現在予選のシミュレーションということで、もう間もなく10分ちょっとで、レースのセッションが始まるという状況です。シンジさんも今あれですね、はい、走ってますね。はい、さあ1周目いきます。はい、さあ予選のアタックですね、どういう感じでアタックしているのか、 KMR のですね YouTube チャンネルでは外部から映しているカメラでの、様子をですね、放送しておりますが、ちょうど今前に、白い車両が見えてきて、あ、ちょうど行かせてくれてますね。ちょっと抜いた影響でラインが変わってますけども、さあこれ、あの予選のアタックがですね、この F3 のタイヤですと、まあ、アウトラップだけではなかなか温めきらなくてですね、まあ、アタック2周目でもまだもうちょっと走った方が、タイム出るかなというような状態になるということで、こう徐々に徐々にですね、この最初すごく冷えててスリッピーな状態のタイヤを、この走りながらタイムアタックしながら温めていかないといけないので、どれぐらい温まっているかによって、このグランズアーチの今もあの脇坂さん芝飛ばしながら、アウト側を回ってましたけども、そんな感じでですね、ギリギリを攻めながら温めながら、温まった度合いを見ながら、タイムアタックしていくという、このアイレーシング独特の2周の、タイムアタックという制度で、予選を走っていくというシステムになっております。さあ今のラップは1分17秒106というところで、シンジさんは一つ後ろの順位8位のところに名前がありますね。さあこれは今表示をベストタイムに切り替えましょう。さあトップの1コーナーがね、はい、1コーナーまだ僕掴んでないですね。シンジさん掴んでると思うんですけど、なんか僕掴んだはずなんですけど、うまくいかないんですよね。シンジさんの方が、練習した時のデータでいくと、ちょっとブレーキングの開始が早い分、あのしっかりコーナーの前半で向きを変えて曲がっていたっていう印象ですね。抜けてほしい。お、前が詰まってる状態で、なかなかコース幅がね狭いので、もう乗っけて欲しかった。はい、ということで今のラップは1分16秒722というタイムを記録しております。ちょっとコース上かなりね、今走ってるあたりがあの渋滞してるような状態でしたが、なんかゆっくりコース上ライン上走られるか危ない。そうですね。さあちょっと何聞こえ、4リッターにしてください。もう一回行きますかね。からへんからちゃんと分かるように説明してください。もう一回行きますかね。いやいやいややってんのかなと思う。ちょっとテンパリ要素がちょっとずつ出てくるかもしれませんが、さあ燃料を試しますか。
いや、ええっすよ、もう。もう一回行っていいですか、はい、もう一回アタックしていいですか。あ、いいですよ。時間ありますか。はい、行きましょう。さあ、その間ですね、ちょっと。おお、なるほど。ちょっと前が、あれですね。いや、多分譲ったんですね。ああ、なるほど。ですね。はい。さあ、ちょっとこのアウトラップの間、ご紹介というか、K マールのチャンネルの方でちょっと、ご紹介ですけども、この、我々ですね、この、e スポーツチームの中で VRS というですね、これ iRacing の外部ソフトになるんですけども、この VRS のですねソフトを利用しながらですね、いろいろデータを見ながらですとか、その人その人のですね走りの違いを研究しながらですね、どこがどれぐらい遅いんだ速いんだというのを見ながらですね、より速く走るためにというのを見ているということで、今ちょっとどんな感じの画面になるかなっていうのをアウトラップの間ですね、ちょっとご紹介というか見ていこうかなと思います。これはそうですね、 KMR のチャンネルの方でちょろっとお見せするような形にはなりますが、はい、脇坂さん、車の感触ですとかコースの印象どうですか、今回のセッションは。あ、大丈夫です。フィーリング通りです。あ、なるほど。はい、これやっぱり今回配信を始めて僕は改めて気づいたんですけども、そのやっぱりレーシングドライバーの方は我々よりもすごい感覚が鋭いというか、ちょっと違うとかちょっとずれてるっていうことに対して我々よりもすごい繊細に感じ取っていくということで、まあ、そこもですねしっかりセッティングですとか筐体のねセットですとか、その辺もしっかり見ていかないと、そのちょっとのズレがね運転の違いに大きく出てしまうので、そこもですねしっかり合わせ込んでいく必要があるなっていうのをちょっと勉強しながらやっているところになります。はい。あ、今コメントでコースが茶色いのはバグですかみたいなところが出たんですけども、黒くなっているところは、ラバーが乗っているところですね。で、光が反射しているのが、違う風に見えるというか反射して見えるというのと、あとは砂をちょっと撒いてしまうとコース上にちょっと乗ったりしてですね、それでグリップが低下したりですとか、まあ、そういうこともあります。はい。あとコース解説が欲しいというコメントもいただいてますので、ちょっとご紹介をさせていただきます。で、今日のコースはですねイギリスのブランズハッチになります。ブランズハッチではですねイギリスグランプリが、1964年から1986年まではシルバーストーンサーキットと交互で、開催されていたと。で、1983年ですとか1985年には F1 ヨーロッパグランプリとして、開催されていたということです。近年はですねイギリスのツーリングカー選手権ですとかイギリス F3、まあ、まさにこの状態ですよね。 F3 が走っている状態ですけども、あとは、DTM などをメインに開催しているということで、2012年にはですねロンドンパラリンピックで、自転車のですねロードレースおよびタイムトライアルの会場としても使用されたということです。で、コース全体ではですね、抜けてほしい。あ、うわ、悪いことした。誰か巻き込んだ。あ、今うまくすり抜けていきましたね。はい、すみません。あ、大丈夫です。KMR カラーの車両の人ですんで大丈夫です。はい、すいません、新人さん。はい、え、あ、違う、いや、あ、大丈夫です。はい、はい、大丈夫です。うちの KMR のお客さんというか、すいません、申し訳ないです。大丈夫です。はい。でですね、コースは、あ、はい、で今、10分です。あと5分ぐらいですかね、で始まります。で、もう時間使い切っていただいて大丈夫です。あとどのように走行されたいかはもう。あ、じゃあもう一回行きます。はい。あ、新さん来た。新さん来た。待ってました。はい。最終の手前の手前のコーナーがはみ出ますね。ちょっとテンポが悪いですね。あー、なるほど。このまま行くとあそこちょっと。うん。
あの今あれですかね、ノーブレーキですかね。ノーブレーキです。あちょこんと入れた方がタイミングはつかみやすいと思うんですが、あんまり変えない方がいいですね、直前に。はい、やっぱりね、ブレーキは踏みたくないんですよそうですよねはい、はい、さあこのコースですね、全体的に高低差が非常に大きいということ でかつ高速テクニカルコースになっているということでですね、同じイギリスのシルバーストーンとは、まあ、キャラクターが大きく異なるコースになります。でコース前半は低速セクションが多いんですけども、中盤から終盤にかけてですね、上り下りを繰り返しながら、森の中を突っ切るっていうようなコースになります。1コーナーからですねヘアピンまでにかけて特に接触事故が多いので、まあ、今回ですねレースのスタートから1ヘアまでは、まあ、とてもとても気をつけて走っていただきたいというところで、ちょっとね言い方はまあ単純な言い方になってしまうんです。本当に危険な1ヘアまでの区間になってますので、なんとかですね無事に走り切っていただきたいというところになります。で、森の中にですね3つの高速コーナーがあって、森をぐるりと取り囲むように周回する、急勾配の坂を駆け上がるコースということで1周 4.2 キロのサーキットとなります。で今回脇坂さんですね走られる F3 のレースは22周で争われます。で車両はですね、ダラーラ製 F3 の F312 ということで 4気筒2リッター220馬力なんですけども、まあ、220馬力と聞くとですね、ちょっとですね、まあ、普通にある車の馬力かなというふうに思われるかもしれませんが、車重が550キロということで、なんとか事故せず、はい、車重が550キロということでですね、まあ、通常の車のまあ半分ぐらい、半分以下ぐらいになっているということで、まあ、非常に軽くなっています。なので、まあ、220馬力でもですね、今車載もですね外からの映像も見ていただけますが、まあ、非常に速いスピードで曲がっていきますね。で大きなウイングがついてますので、ダウンフォースもしっかり効いてですね、高速コーナーなんかはもう非常に速いスピードで曲がっていくという車でレースをするということになります。そうなんですね、今コメント欄でもいただいてますけども、このコース幅をですねいっぱいに使う高速コーナーが非常に多いんですけども、もう外側のですね芝をもう深く踏んでしまった瞬間にもうくるんと回るということで、まあ、このですねどれぐらい攻めるのかで、どれぐらい安定して走れるのか、そのラップが刻めるのかっていうところが、まあ、本当に難しくってなんて言うでしょう、今もですね、遠赤もですね、イン側の遠赤もどれぐらい深く、踏めるかっていうところも、車も跳ねますしね、あそこ鬼門屋は、はい、まあ、これ練習の間にいろいろなパターンでですね練習しておいて、やっぱり本番そこからちょっと守り気味で行くですとか、まあ、そういうところもですねコントロールしながら。めっちゃ邪魔しました、はい、今ひょっとして。いやいや違います、僕もう燃料ないので。あーそうですか、あそういうことですね、はい、はい、さあ間もなくですねあと1分ほどで、本番のセッションですね、レースセッションに、入っていくということで、この後ですねスプリット分けといいまして、同じぐらいの速さの人でグループが分かれる。さあシンジさん一緒に行けるの か、ね、シンジさんのアイレーティングが高いんですよねそうなんですよ、そうですね、今2000高いんですよ、すいません、シンジさんが2211で、脇坂さんが今1919ということで、ちょっと差ありますもんね、まあ、そうですね300弱、差があるということで、まあ、これ同じになるかどうかちょっと微妙なラインではありますね。 OK です、セッションいきます。はい、さあ動きます。外部カメラの方も一度抜けてですね、そちらのセッションの方を追いかけると。
今のプラクティスではコンマ01まで追いつきましたね。ああそうですか、まずいですね、はい、まずでも同じところに入ってからですよ。これで今ここで分かるんですよね。はい、あ、そうです。これで入ったら分かります。はい、行ったそばからってなってますね。コメントありがとうございます。まあでも練習はやっぱりどこまでね攻められるかをしっかり攻めたいんですよ。攻めさせてくださいよ。そうですね。シンジさんと一緒になりますように。本当にこればっかりはね、わからないので、なかなか難しいんですけど、さあ、どうでしょうか。ああ、一緒じゃないですね。今回はちょっと、僕がレーティング高かったってことですね。言い方が。その言い方が。そうですか、ちょっと残念ですね。残念ですね。でもタイムは勝負、あ、でもコースのあれが違うのか。コンディションもそうですね、ちょっと変わりますね。若干違うでしょうね。僕の、まあ、トラックオンの21度ですね。なるほどなるほど。僕は今ん21度ですね、はい。あ今スーパーチャットで無理してると骨が曲がってつきますよってスーパーチャットが入りましたありがとうございます。もう骨がひん曲がってるそうですね。まあこれ別のねセッションになるというところはなかなかね、脇坂さんはレースの数が出れてないので、まあ、どんどんクラッシュせずに走れればどんどん上がっていくところなんですけども、もうレース数をですね今後どんどん重ねていって毎回同じになるというところまで、もしかするとちょっと上げすぎてしまうとシンさんがちょっと追いつけなくなってしまって別のセッションになるということもですねありますが、はい、いやいやそんなこと言ってもね、まだね僕シンジさんに全く追いついてないんでレースになるといつも。さあ、あ、脇坂さんの今ゼッケンが出ておりますが、これゼッケン4番ということで、このセッションの中では、4番目に速い人と、アイレーティング数値上、4番目に速い人ということになっております。シンジさん何本なんですか。僕20番ですね。ああ、僕より早い新次さんが20番いることは、よっぽどそっちレベルの高いところに行ってるんですね。そうですね、一つ上のスプリットといいますか、一つ上のレースになっているはずです。さあ、予選が始まります。8分間で、2周の計測ラップですね。2440円もいただきましたですよ。これで、もう、流、まっすぐ。あ、はい、ありがとうございます、はい、なんて読むんですかね。いきますよ、予選、はい、お願いします。その2440円さん、名前読み上げといてください。そんな大金、これがですね、エボリュージョンカリノさん、ありがとうございます。イタリア人、はい、ありがとうございます。イタリア人ですかね。雰囲気的にはそういう感じですね。すいません、ちょっと額がなくても。アルパインスターズのジョンがですね、あ、はいはい、今年用の、はい、今年用のグローブをね、青色のね、はい、デザインまでして頼んだんですけど、はいはい、黒いグローブが4つ送られてきまして、はい、で、おい、これ黒やでって言ったら、はい、11悪いけどもう一回明るいとこで見てくれ、多分ネイビーというのは暗いところで見たら黒に見えるから見たこと言ってきて、はい、もう一回見て違う人にも見てもらってやったんですけど黒でした、はい、僕もアメブロでですね見させていただいたんですけど、はい、真っ黒でしたね。真っ黒ですよねあれ、はい、ジョーンさあ今最終コーナーを立ち上がって、さあよろしくお願いします。ここからですね、はい、アタックラップ1周目に入っていきます。あ、エボルツィオーネと読むそうです。すいません、
20ユーロが2440円におそらくなるだろうというような話が出てますが、本当かどうかすいません、ちょっと確認することが今できませんが、はい。さあ今アタックラップ入っていっております。この今コーサーバーいっぱいにというところがかなり遠赤もですねまたぐようなところもあるんですけど、これアイレーシング上で OK と判定されているギリギリのところまでですね一回みんなで研究してですね、ここまではまあ公式のルール上使ってもいいというところを見て、今脇坂さんがそこギリギリをですね攻めていっているという状況になります。さあ今はみ出したー、やっぱりさっきのところ 車だけそうですね、車だけまず無事でいれば、さあ今一回はみ出しましたが、ここからあそこね、はい、あそこ全く鬼門ですね。さっきからちょっと手前でちょこんとブレーキ触れていただくとタイミングが取りやすいと思います。いやさっきねブレーキ踏んだらはい飛んできましたか、曲がりすぎたんです。なるほど。さあ今チェアピンを抜けて下りながらの左コーナー、ここも非常にですねリアが出やすくて難しいコーナーにはなります。さあこの週まずはですね計測ラップでタイムをですねまず残すということが、非常に重要になってきます。さっきより遅いですね、タイムが残らないとゼッケン4番なんですけども、これ路面いいですねめちゃくちゃ。なるほど、はい、15秒出てますね。おっ、まあ出たことない、ね、その情報は今いらなかった。さあ超えた、来ました。さあタイムが何秒が出るのかというところですが、今トップタイムはゼッケン5番の選手が1分15秒561というタイムで来ております。さあ脇坂さんがタイムとしては、あ、ただセクター2、セクター4、セクター6を今3番手タイム1分15秒871というタイムで来ております。え僕875でした。よーし勝った。ちょっとね前半ミスったんです、前半がね全然あかんかったんですよ。まあでも後半ねはみ出すところ置きに行きました。あ、今ですねまたマイアミライブさんから2000円ドリンク代ですということでスーパーチャットいただいております。ありがとうございます。さあ3番手タイムということで1周目がねちょっと、インシデントというかはみ出すところがありましたが、2周目しっかりまとめて、トップから 0.3 秒差の1分15秒871というタイムで来ております。なかなか難しいですね。はい、さあ今ちょうどあれですねレースのセッティングに変えているということで、燃料の搭載量ですとかちょっと足回りのセッティングが違ったりですとか、レース専用の、セットアップに今変更したところですね。ちょっとですね、そうですね、2000のドリンクはユンケルですね、ユンケルのゴールドとした緑になってるやつですね。うん、ありがとうございます、はい、もしくは、はい、あれ何でしたっけ最近のコンビニでよく売ってるやつ、はい、スゴジュ2本分ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。多分キッペが飲めば元気になると思います。はい、これはちょっと言うかどうか迷いますが、このセッションのトップゼッケン5番のですね、はい、百瀬選手は、はい、KMR の、サポートドライバーで中学1年生の、全日本のジュニアカートですとか、はい、ロータックスマックスですとか、そういう、うん、カートのレースで、うん、今これから頑張ってレーサーになりたいんだというのを目指している、中学1年生のカートのレーサーの子が今、
ポールポジションを取っているということで、あのお願いなのでちょっと事故ったり回ったりはしないでほしいという、このいやあれですね、はい、じゃあ僕思うんですけれど、僕が世界に目指すよりも彼を世界に目指すサポートした方がええような気がします、はい、だって、はい、だって中学何年生ですか。中学1年生です、はい、いやこれから夢も未来もありますけど、僕も48ですからね、はい、だから僕の 3分の1、え4分の 1？ はいはい、4分の1や、はい、14歳ですか、14歳かな、はいはい、14歳ってすごいな、はい、まあただその百瀬くんにもちょっと言うときたいんですけど、はいはい、僕にも、はい、シンジさんにも、はい、14歳の頃はあったんだぞと、はいはいはい、まああのあんまり意味はないですけどね、シンジさんね、そうですね、ありましたね。いやでも脇坂さん、ここはやっぱりあのレースの本番で、あの中学1年生のね、これから上がってくる子にあのレースの厳しさを教えてあげてください。そんなこと言ってて僕ブレーキ遅れて追突したらどうするんですか、もう迷惑かけたら。まず無事に走り切りましょう。さあ、はい、今レースのセッションが、開いております。今からグリッドについてですね、まずジャンプスタートしないようにですね、はい、ニュートラルで今回は行きましょう。百瀬君、はい、クラッチつなげるのかな、はい、2ペダルしか やったことないはず。あ、そうですね、2ペダルのはずです、うん、はい、ねえ、そうですよね、はい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 、ちょっと、さあ行きますか。レースのセッションに入って、あのテンパリーノさんは何回もセッティングをクラッチから何からコントロール何回も何回も見に行っております。はい。1分07秒有効に使っておりますよ、はい、今。なるほど、はい。いや素晴らしいです。はい。今ねコメント欄で、あの50代で始めるのが恥ずかしいみたいなコメントありますけど、いや違うと思います。あのこれはですね、やっぱり何歳からでも同じ条件で始められるのがね、素晴らしいところだと思うので、そうそう、僕のね、はい、この若かりしき頃に戻ったようなこのワクワク云々をね、はい、ぜひそのコメント欄、50代の方もですね、あの感じていただきたいですね。一緒にレースやりましょうよ。はいはいはい、お待ちしております、ね、お待ちしておりますよ、アイレーシング。はい、はい、そう。さあ、緊張のスタート、まもなくもう30秒ほどですかね、スタートのシグナルが点灯すると思います。ちょうど目の前にいるのが百瀬君じゃないですかね。さあ始まります。スタートしました。おっと、今なんか前の人がものすごく真横に来ましたね。さあ、危険な1ヘアピンも無事クリアということで、現在、3番手をクリーンに抜けてると、後ろの方ではちょっと今クラッシュしてる様子も見えましたが、無事ここは抜けてきております。さあ1周目燃料満タンできてますので、ここはですね、しっかり、はみ出さないようにですね、この重い車をうまく制御していくというところが、必要になってきます。さあ1周目、今のところ僕も無事です。新次さんもまだ鉄くずにならずに無事走っているということで、さあすごいじゃないですか、20番手からさあ後ろの選手がちょっと行きたそうに伺ってますが、ここは冷静にお互いレースを進めていってほしいところです。さあ1周目が終わって現在2周目に入ったところですが、前の選手もですね、かなりタイヤスモークを上げて、ブレーキングでですね、ちょっと苦労しているような様子が見えますね。さあ前までは 0.9 秒差というところで、
ここからですね、ちょっとまだ、0.9 秒差ぐらいでしたら大丈夫なんですけど、徐々に近づいてくるとまたフロントウィングに当たる風がですね、ちょっとずつこう少なくなっていってですね、アンダースレアがきつくなっていったりというところもこれアイレーシング上で、再現されてますので、この距離をですね詰めていったところからの走りにも注目というところです。コース上もですね、この縁からですね砂をちょっと巻き上げたりですとか、芝踏んでしまって、ちょっと今もね前の選手芝を、踏んでいるところが見えましたが、これでコース上にちょっとずつ芝が入ってきたりすると、その部分が若干グリップ低下したりですとか、そういったところも影響が出てきますね。さあ現在脇坂さんは前の車から 0.8 秒差の3番手を走行しているということで、シンジさんの叫び声も聞こえませんので、まだシンジさんもおそらく無事に違うスプリットですが、はい、レースを続けていることでしょう。さあ今後ろの選手ちょっとオーバーシュート気味に突っ込んできましたね。さあ現在3周目というところで3番手、そこちょっとコーナーの入り口でアンダー気味に来ているということで、今4番手の選手がアウト側から並んできております。さあここの3番手争い非常に激しくなっています。なんかねさっきヘアピンでオーバーシュートされてきたのでね、そうですね、あのぶつかるのかなと思って気取られてちょっと乱れました、すいません。いやいやいや、でも後ろ速いですね。そうですね、まあ、スリップもねだいぶこれ高速サーキットですので効きますので、一回こうビタッと来られるとかなり、さあこれは次のヘアピンどこに位置取るか。うわ危ない。あ現在4番手ということで、一度ね前の選手前に出して、ここからそうですね引っ張ってもらっていくか、後ろとのバトルになるかというところです。なんか決勝ペース遅いですね僕ちゃんいやもうそろそろ4周目で温まってきてますので、こっからそうですねタイヤが温まってきて、徐々に燃料も軽くなってくるというところで、決勝のペースどうでしょうか。さあ気温18度、僕何秒ぐらいで何秒ぐらいで走ってます。あ今1分17秒719が前のラップでしたので、もう1秒ぐらいこれ上げられると思います。はい、コピー。ちょっとさあここもヘアピン、もうやめてよ、もう回ってしまった。さあノースが、あそうですね、リアウィングが飛んでしまっているので、リアのダウンフォースちょっとないと思います。今後ろの選手がですね、仕掛けに来てオーバースピードで入ったので、回ってしまったということで、これはちょっと一回ピットに入ってウイングが戻れば、そこから、レースが続けられると思うんですけども、リアウィングがない状態になってますので、ちょっと厳しいですね。フロントもかなり曲がっているので、途中のコーナーですね、コースアウトしてしまわないように、注意していただければと思います。そうですね、やっぱりそこがね非常にリアが出やすいので、無理にね抜いてくるとああいう風に目の前で回るっていう風になってしまいますよね。もうちょっと冷静にね来てほしかったというところではありますけども。さあこれピット入りますが、燃料とタイヤは大丈夫でしょうかね。両方やらなくていいと思いますが、あここで、はい、で黄色のコーンからです。
ここからちょっと修理の時間となりますが、最後尾ぐらいにはなんとか戻れるんじゃないかなと思いますので、ここからなんとか。そんなわけないやんけ。さあ修理時間が今脇坂さんの方の画面には出てるかと思いますが、これは約30秒ですかね、で治るということで、今ですね、最後尾の選手が約32秒後ろにいますので、そこの、そうですね、今ウィングが直って出てくるというところが見えました。さあ修理を完了し、18番手でコースに復帰しております。あかん、もういっぺんにつまんない。そうですね、これはやっぱり一回ね事故してしまうと。そうなんですよね。現在18番手で前までの差が、これ前も1台17番でちょっとクラッシュしてますね。もしかしたら目の前に出てくるかもしれませんので注意してください。そうなんです、これね、アイレーシングどうしても1回クラッシュしてしまうとこの修理時間に入ってしまってね、ここからちょっと辛い時間になってくるんですけども、やっぱりこのねコース習熟ですとか、このレーティングをねちょっとでも下げないために、最後まで走ったりですとか、これもこれアイレーシングやってる人としてはね、日々まあそのクラッシュがあった後も、走るというところは大体皆さんされてると思いますね。さあ前の選手までが、35秒あるというところで、なかなかここからですね、徐々に、まあ、詰めていくというところにはなりますが、これあれですね、やっぱりコースが非常に難しいというか、リスクが高くてですね、前にいる選手もどんどんですねクラッシュして落ちてきている選手がですね何人か出てきてますね。今ちょうどゼッケン8番の方が、先ほどまでね上位の方にいたんですけども、クラッシュして下がっているというところがですね、左のタイミングタワーのとこ見ていただけるとわかると思います。さあ現在レースは9周目に入ったところですね。ちょうど今脇坂さんですね、右のコース図のところを見ていただくと分かるんですけども、1コーナー曲がっているところですが、前にですねヘアピンのところ曲がっているのがトップ3ですね、 1,2,3 というふうに出ております。で脇坂さん今16番手に上がられてますが、前の3台 1,2,3 がですね、どれぐらいの位置関係で来てるかっていうところも、これレースペースを見る上では非常にね大切ですので、周りの選手とのスピードっていうのがレースペースをねどれぐらい刻めるかなっていうところも見ながら、またそうですね次のレースに向けてというところで、レースペースも見ながら走っていただけるといいかなと思います。まあ、ある意味先ほどのクラッシュがなければね、この前の3台トップ3とのタイム差ってどうだったんだろうっていうところも、これレース走りながら見ることができるというところです。あ、上田さんから3060円のスーパーチャットをいただいて、11さん諦めない姿を全世界30億人の女性ファンに見せてあげてくださいっていう熱いコメントをいただいております。そんな行さん女性ファン見てないわ。そうですね、上田さんみたいなおっさんばっかり。男性がどれぐらい見てるとか女性がどれぐらい見てるとかですね、データで出てきますけども、
やっぱりレースの E レースの配信となるとほぼ男性ですね。これ女性ファン増やしたいですね。でもなんとか何したら女性ファン増えますかね。それはやっぱりスーパースターを擁立しないとなんかコラボしますか。若手イケメンスーパースターを。なるほどなるほど、はいはい。さあ現在10周目というところですけども、これ前の3台トップ3もしかしたらちょっと近づいてるか同じペースかぐらいで今走れてますかね。トップ3のタイムがですね、はい、お3台とも今1分15秒台で3台はずっと連続周回してるんですね。なるほど。あ、今の週は16秒台入ってますが、もうトップ3はですねずっと15秒台で来てるということで、今脇坂さんもちょうど1分15秒97というタイムで、まあ、ほぼですね同じペース、もしくはあの4番手からはちょだいぶ早いタイムでですね周回できてるということで、やっぱりこの外から見てるその走りを見ていてもですね、序盤のですね、あ、ブラブラブラ来るなよ、レースしている時というのはやっぱりですね、出ないようにというかですね、この安全を見てマージンを見てですね走らないといけないというところでかなりタイム失ってた部分もあると思うんですけども、後半はやっぱりある程度ね思い切り走れるというところもあって、タイムが一気に上がってきているというところもちょっとあるかなと思います。ただここは難しいですね。やっぱりどれぐらい攻められるかっていうのは本当にどこまでいけるんだろうっていうのと、これ以上いったら回っちゃう出ちゃうっていうところのねバランスが非常に難しいなと思います。さあ今レースは12周目に入っているということで、あと11周ですね周回すれば、ゴールというところですが、現在ですね、まあ、他の選手が落ちてきているという影響もあって13番手まで、脇坂さん順位を上げてきております。で前ではですねトップ3が、順位は入れ替わらないまでも、3秒以内でですね3台が、争っているという状況で12周目に入ってきております。シンジさんはまだテスト部にはなってないんですか。すげえな。どんな状況ですか。今10位ですかね。パイセンに抜かれました。ラムネさんですね。はい。ラムネ。危なかった。なるほど。結構順調なレース運びですか。そうですね。なんか後ろが結構来なくて、結構一人旅みたいな感じです。なるほどなるほど。結構ね、シンジさんの後ろを走ると事故るんですよね。どういうことですか。あのシンジさんブレーキってあるじゃないですか。ふわっと今日結構まともなった気がするんですけどね。そうです、はい、ふわっと早めに踏み始めるんで、そこから自分のタイミングと合わない人が後ろで急ブレーキをかけたりして、後ろの人とその後ろの人が事故ったりとかするパターンが割とあの多いと思いますね。シンジさんブレーキでもシンジさんは緩く奥にあのまで行って止まるんで、シンジさんだけは無事というですね、あのちょっと惑わす感じのブレーキかなと思います。さあ脇坂さんはかなり、ここに来て乗れてきてる感じがしますね。ライブカメラで見てもあの勢いとですねこのコースの使い方、あとクリップの付き方がですねかなり乗れてきてるあの走りになってきてるなと思いますね。
これも多分おそらく配信ね見てる方、最初と最後の方でまた後からねアーカイブで見比べていただくと、このコース幅の使い方ですとか、コースのどこでねあの車の向きが変わるかっていうのも見れると思うんですね。まあ、それで今調子いいなとか、今ちょっと乗りづらそうだなっていうのもこの配信を見てでも分かると思いますので、ぜひその辺はですね細かくね見ていただいても面白いかなと思います。さあ前に1台車が出てきてますかね。あ、これは3番手に先ほどまでトップを走っていた百瀬選手がおそらくちょっと何かトラブルがあって、今ちょうど脇坂さんの前に来てしまっているという状況にちょっとなってますね。ラップが違うので何とも言えませんが、同じぐらいのペースでいけるといいかなと思うんですけども、そうですね、今のラップが1分24秒5で百瀬選手が来てますので、ちょっとここは何かトラブルがあったんだろうなと思います。さあ今脇坂さん13番手につけています。レースは今15周目ということで、これ路面をですね見ていただくと、これレースの始まった頃というのは、まあ、全然ですね路面が使われてない状態といいますか、黒い部分がすごい少なかったと思うんですけど、走ってくると徐々にこれがですね、路面が使われてきてラバーが乗ってきている部分というのが黒くなってきます。でその部分はどんどんグリップするようになってくるんですけども、路面の他の部分とのですね差が出てきますので、まあ、しっかりラインに乗せられるかどうかっていうところも、後半ですねちょっとレースを左右するような要素になってくるというところです。さあレースは今16周目に入っております。これは新次さんは順調にあれですか、トップ10に入ってしまうわけですか。今9位ですね。お、9位シングル。最近レース調子いいんですよね。そうですね、今伸び盛りです。新次さんの伸び盛りどこまで続くのか。ペダル変えてからですかね。やっぱりそうですよね、そのブレーキペダル、特にまあブレーキアクセルもですけども、特にブレーキペダルを何を使うかっていうところが、まあ、かなりこの運転のしやすさというかね、特に実車を多く運転されている方はその圧力を、ね、感知するタイプとかロードセルタイプって呼ばれるブレーキペダルにすると非常に運転しやすくなるということで、まあ、スイッチですね、まあ、可変抵抗といいますかだけでやってるものですと、まあ、踏んでる力とどれだけ止まるかっていうのがリンクしないので、運転としてはちょっと難しいというかですね、スイッチ操作っていうような感じになってしまうということで、ロードセルタイプのブレーキにすると、まあ、その辺がですね感覚、踏んでる感覚、踏んでる重さで止められるということになるので、まあ、非常にいいと。でロードセルタイプの中でもさらに運転しやすさっていうのがあって、まあ、それで新次さんはねもともとロードセルタイプだったんですけども、さらに今運転しやすくなったということで速くなっていってるっていうところなんですよね。速さに直結ですね。僕それつけたら8秒速になりますかね。なります。8秒。もうハンドルで8秒、ペダルで8秒です。16秒速くなってます。ということはもう1分切りですね、ここだと。打倒武藤さんです。16秒速ければそうですね、勝てると思います。まあでも
まあ、16秒はあれでもですね、やっぱりあの車の姿勢といいますか、どれぐらい滑ってるかですとか、まあ、その辺のコントロールがすごいやりやすくなりますよね。先日ね、あの脇坂さんにも体験していただきましたけど、まあ、その辺のコントロールがすごいあのやりやすくなるので、実車をね乗られる方はよりそういう機材にもねこだわると、あのすごい面白いと思いますので、変えるとこんなに違うんだっていうのもね、また発見があったりとかしますんで、ぜひそれをアイレーシングで体験してみるとですね、面白いと思いますね。今僕があの座ってるこのシート一つでもですね、まあ、シミュレーターでもやっぱりあのシートの剛性が違うと全然乗り味が違うっていうところもあったりしますので、いやそういうシートは全然違いましたね、本当にびっくりしました。すごいんですよ、そういう体験。 RMS はすごい、本当にレカルの RMS、 皆さんよろしくお願いします。本当すごいですよ。はい、今あの KMR に来ていただければ、このレカロの RMS に座って実際シミュレーターね運転できるっていうのと、もしねご要望があればさらにね違うシート付け替えてどう違うのっていうところも体験できるっていうのをねやってますので、ぜひ体験してみてください。さあレースは今19周目ということで、今1台そうですね周回遅れですかね、パスしてきました。現在13番手ということで、これ今あの左上のですねタイミングタワーに表示されているタイムが、その1個前の周のねラップタイムが出ているという状況なんですけども、この1分16秒台で走っているというのは、脇坂さんを除いたらもうトップ4だけ、4台だけということで、さらにこの1分16秒680というタイムは、この先ほどのねあの最終周ということでは全体の3番目のタイムで走っているということで、やっぱりこの、ね、実力的にはこの、ね、トップ5を争うところでタイム的には走れるんですけど、やっぱりその序盤のねあのトラブルに巻き込まれるかですとか予選の順位っていうところが、まあ、かなりレースに大きく影響してくるなというのがこれ見て取れますね。前走ってる人って何位の人ですか？ゼッケン3番ですので、これ3位の選手ですかね。はい、そうですね、3位の選手です。僕のこと抜いていった選手ですね、ヘアピンで。でもうん、そうですかね。いや、スタート順位はこれ2番手からスタートしてる選手ですね。あ、そうだ、そうですよね、スタートでガバッとかぶってきた感じですかね。はい、そうです。この芝に出る時もね、まっすぐ入って、まっすぐ、なるべくまっすぐっていう風に、抜けてくるとですね、まだ無事に回らずに済むんですけど、ちょっと横に、舵をかかっている時ですとか、リアタイヤの負荷高い時にガッと出てしまうと、そこで一気に回ってしまうということで、おっと今ゼッケン1番とにいた選手ですかね、がどんどん順位を下げてきているということで、これはピットに入ってしまってトラブルですかね。本当にトップをね走っててもこのコースは一発やってしまうと、もうそれで一気に順位を落としてしまうので、本当にそこのねコントロールが難しいというところです。で、今配信で見てる方は、いやいや脇坂さん緑のところにだいぶ出てますよというふうに思う方もいると思うんですけど、そのですねちょうどその緑の部分というのは、あの硬い出ても大丈夫な緑の部分と、出ちゃダメなですね芝の柔らかい緑の部分がそれぞれあって、これも事前にですね武藤さんですとか永井さんですとかと研究をして、ここはいけるけどここはいけませんっていうのところも、まあ、事前に練習をしてきてるということになります。なので、あ、なんか全然出ても大丈夫なんだということではなくてですね、見た目は似ていても出れるところと出れないところがあるという、そういうですねところもあのしっかり研究して走ってると
というところになりますね。まあ、ブラウンズハッチで言いますと、この外に出た時にですね、緑のところで縁石と同じ音がする硬い音がするところと土の音がするところっていうんですかねっていうところでもまず違いが、おお1コナン、はい、ありますし、実際にですね、寄ったカメラで寄っていくと見た目がここは出れるところですね、ちょっとだけ脇坂さん出て入っていくと、でここも出れるところなんですね、外側がちょっと硬くなってるということで、まあ、そこまでうまくコースとして使いながら走っていくというところも必要になってきますね。はい、今ホワイトフラッグが出ております。トップが22周目に入ったということでファイナルラップに入っております。さあ順位はですね、先ほど1台、落ちていったピットに入っていった選手がいますので12番手に上げてきております。さあ間もなくトップの選手が最終コーナーを回ってチェッカーが振られるということで、脇坂さんもここでコントロールありがとうございました。でゴールということになります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ今からですね、ちょっとレースの序盤ですとか最初の方ですねはい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、休憩とか大丈夫ですかね。ああお疲れ様です。ということは無事 9位ですね。お疲れ様でした。ナイスランです。お疲れ様でした。よいしょ。はい、今からちょっと、はい、振り返りと言いますか、レースの序盤をですね、その外からのカメラで、見ていこうと思いますが、さあ今、共有画面で今外からの映像を映しておりますが、はい、そちらの方でも見れますでしょうか。うん、今見てます。映りましたかね。はい、映りました。はい、じゃあちょっとどういう感じのスタートだったかっていうのをですね、改めて外から見てみようと思います。はい、そうですね、ここで3番手につけてかなりスタートは良かったですね。後ろの方だいぶ、うん、ヘアピンのところでねクラッシュしてるっていうの、やっぱり誰かあそこでやってしまうと後ろがどんどんね続いていってしまうっていうので、そこは非常にクリーンに抜けられて良かったですよね。はい、まあ、ちょっと前半消極的でしたね。外から見てると、はい、そうですね、曲げ始めといいますか、ちょっと長めに止めて、クリップにつけるところの勢いというんですかね、はい、がちょっと落ちちゃってたかなっていうところで、はい、特にね、このコーナーのね、あ、はいはい、このコーナーの、練習、予選前の時にクラッシュばっかりしてたじゃないですか。はいはいはい、それがね、ちょっと心の病気になってしまって、弱いところが出ましたですね。なるほど、はい、まあ、そういうメンタル面はかなりあれですよね、うん、実際のレースでも近いことを考えるというか、このいいレースといいますか、いやいや、実際のレースやったらそこまでクラッシュしないんで。ああ、なるほど、はい、そうなんですよ、はい、クラッシュしてみたいな感じで走ってるんでそこですよね。なるほど、うん、そこやっぱりあれですね、その自信が持てる、そのあれですね、セットというか、まあ、ブレーキにしても、そのまあ筐体全体にしても、これで一番いい状態っていう風にいろいろ細かくセッティングしていきたいですね今後、うん、そうですね、ちょっとん
だいぶこれ砂ぼこりがあれですね、走ってると前半あのスタートしてすぐは砂ぼこりすごかったですね。はい、このあたりまでで、やっぱりあれですよね、はい、そこで、なんていうでしょう、クラッシュせずにいけるっていう、ね、あの自信を持てるところまで事前の練習できたら、ここから徐々にこう、ね、前に上げていくっていうところだったと思うんですけど、ここからかなり、ね、後ろの選手がだいぶ迫ってきましたよね。さあ、ちょっと、どうでしょう、時間を飛ばして見ていこうと思いますが、これが5周目をちょっと見てみましょう。ここから後ろが徐々にこう迫ってきて、いや、今はね、今は、はい、あのさっきヘアピンで結構勢いよく来たじゃないですか。はい、あ、はいはいはい。あれね、突っ込まれるようになんかミラーかなんかに見えたんですよ。はいはいはい。それで、ここですね。あ、そこをちょっと一回見てみますか。いや、これじゃなく、その前の。この前ですよね。はい。はい、この週ですね。はい。これはね、よく見られてたなと思いますし、いやいや、違います。この前の週です。これは抜かれた週ですよね。あ、そっかそっか。ああ、そうですね。なるほど。わかりました。そうですね。はい、これはいいんです。この前の時にカット来て。はい、この前の週の同じところで、抜かれてはいないんですけど、はい、こんだけ離れてるのに、なんかミラーで、ぶわっと来たんですよ。ものすごい近づいて。あ、それでぶつかったみたいと、ぶつかるのかなと思って、そっから、はい、次の右左とかちょっとテンポ崩しちゃって追いつかれたんですよ。ここで。ここですね。うん、はい、なんか当たられたと思って、ちょっと、はい、なんかちょっと変になったんですよね。で、それで追いつかれたんで、次に来られたっていうところです。でもこの人は別に、はい、普通に抜いていったんで、別に問題ないんですけど。はいはい、ちょっとじゃあこの後ろの方がどういう感じでヘアピンにブレーキングで入っていったのかっていうのをこの人の目線で見てみましょうかね、はい、おおすごい、そんなにできるんですか、はい、これ前に今ちっちゃく映ってるのが、はい、僕ですね、はい、はい、これちょっと見てみましょう。お願いします。うん、もう一気に寄ってきてますんで、これかなりやっぱり近づいてってるのがあれですよね、中で見ると怖いですよね、おそらくね。ミラーかなんかでね、弾かれてるようにかなんか見えたんですよね、弾かれてる。はいはい。まあまあいいです。これ今、脇坂さんのコックピットでの画面ですけども、はい、これ左にの右両方に、はい、この後ろの選手が映ってますね、今、はい。ちょっとこれも見てみましょう。で、1コーナー抜けて、で、ヘアピンの進入入ってきます。はい。うん。あ、多分ね、違いますね。バーチャルミラーの方です、そしたら。あ、そうですね。この上にね、はい、運転してるときには、バーチャルミラーっていうのがあるんですけど、これでかなりっていうのと、はい、あと、この見えてない間がね、かなり長いんで、それはバーチャルミラーでギュッと近づいてきたのが見えたと思うんですけども、この段階で、このものすごい大きく映ってるっていうのと、この手前ですね、このだいぶ離れてる。っていうところで、うん、この間でね、どれぐらいの勢いで近づいてきたかっていうのも分かると思いますね。実際これ外からね見ていただくと、まあ、かなりの勢いでね近づいてきてるっていうのもこれ見て取れると思いますが、これまだ全く映ってないところから一気にギュッと近づいてきてますよね。これがやっぱりミラーで見た時に怖さがありますし、バーチャルミラーだとどうしても距離感がちょっとつかめないですよね。そこで、すごい寄ってきてるっていうのが、はい、ね、怖い、怖いなっていうふうに。もうぶつけられるの嫌っていうのをちょっと僕は思いすぎかもしれません。このアイレーシングに関して。そうですよね。ちょっとやっぱり、はい、だから誰かイン刺し、素振りしてきたら、はい。もうイン締めることしないですし。じゃあそういう意味では、ライバルには舐められる走りになってると思います。はい、実際のレースで考えると。はいはいはい。これがアイレーティング、レベルがどんどん上がってきて、3000台ぐらいで、バトルしてくるようになると、まあ、かなり他の方も、そのぶつけない、ぶつけられないっていうのをかなり意識してる人が多くなってきますんで、まあ、そこまでですね、なんとか、一緒に上げていって、まあ、そこのレベルでバトルできるようになると、すごい、いいなと
今思ってます。はい。スーパー GT オフィシャルさんからコメントいただいてるんですか。あ、はい、ありがとうございます。今週末は監督業の方も、何卒よろしくお願いします。ドライバーの獣医さんも応援してますね。これ違うんですよ。多分これスーパー GT オフィシャルは今週末にスーパー GT を控えてるのに、はい、そんなことしてる場合違うでしょっていうふうなコメントのような気がしますけど、ちゃんとしっかり、しっかり週末盛り上げますんで、中山雄一と山県でバツッといきますんで、オフィシャルさん。はい、ですね、我々の TGR チームサードの、注目いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、すごく楽しみにしてます。やっとね、レースが見れるっていうのでね。今、はい。こんなん。今、外部の映像では、そのクラッシュのシーンをスローで流しておりますが、これもう、やっぱり前も後ろもなので、まあ、これはもうどうしようもできないですよね、こうなってしまうと。いや、だってその手前はいいに切り込めないんですよ、僕、これ。なんで、はい、僕もオーバーランしてるつもりでいてるかもしれませんけど、僕これハンドル切れませんからね。分かってる。そうですよね。もう、はい、この、真右にいるところから行ってますんで、はい、普通に行くとこのラインで並走するというか、はい、まあ、インの方はインベタ。で、脇坂さんは、このラインでっていうことだと思うんですけど、そのインベタを行こうとした人が、その脇坂さんのラインまで来ちゃってて、で、かつ後ろから、このね、もう一台が、来てるということで、もうこれはどうもならないですね。こんなんはハムサンドやんけ。はい、シンさん、今何点ですか、僕の今のハムサンド。ハムサンドは、これは卵サンドの方がよかった。卵サンドはやばいですね。飛んどるやん、ほら、もう。これ、今、鉄くずっていう場面じゃなかったですか？違います。鉄くずではないですね。あ、鉄くずではない。鉄くずはもう完全に使い物にならなくなる。これでも飛んどるから、新次さん。はい。はい。飛んでるからフライヤーから、カツサンドですね。あ、なるほど。うん。カツの部分ですね。はい。なるほど。こいつ、ヘルメットで右見ながら、いてーみたいな顔しとるけど、お前やないかー言うて。はい、こいつ、多分僕の方見てますよね。おい、はい、お前、何乗り上げてんだみたいな感じで顔してますけど、お前や、原因は。この野郎。ピンク、はい、これは緑。右に切ると右を向くという仕様にはなっております、ね。ああ、そういうことなんですか。僕のこと睨んでるわけ違うんですね。はいはい、で、まあ、カストロールさん何もなかったように言ってますけど、あなたは追突してますからね。そうですね、やっぱダメージはあると思いますね。このカストロールの車ちょっとあると思います、はい、デザイン綺麗ですね。そうですね、はい、はい、ということちょっと今のカストロールさん見せていただいていいですか。あ、はい、カストロールやのにこれ BP のマイクちゃいますか。そうですね。これちょっと違うのかな？違うのかな？いや、BP って書いてありますね。BP って書いてますよね。はい、はい。ちょっとカストロールさん、これカストロールとか BP とかすんにやったら、あれグループなのかな今。どうなんだろう。あー、ですかね。これ、どうなんでしょうか。実写のカラーリングでもしかしたらあるのかもしれません。綺麗ですよね。なんかはい、メキシコとか南米の方の人たちが好みそうなライン、はいはいはい、ラインです。ラインですよね。はい、はい。はい、うん、なるほど。僕あんだけ吹っ飛ばしてますけど、ノーズあの色がちょっと変わっただけで済んでるんですね、はい、うん、でもちょっとそうですね、あの空力にはあの影響がありそうな感じには見えます。ストレートスピードはちょっと落ちそうだなっていう感じです。まあこの脇坂さんのこのダメージから比べればもう全くノーダメージみたいなもんですかね。はい、ちゃんとブレーキのキャップ閉まってます。一応、そうですね。あるように見えますね。はい。これなくなってたら、えなりさん、叱らないといけない。いやー、まさかそんなことはないと思いますけど。僕、閉めましたよ、言うて。ちゃんとついてます。ちゃんとついてます。はい、はい。はい、はいです。ということでね、ちょっと、このね、クラッシュは残念でしたけども、はい、まあ、やっぱりこういう、そのレースまでの準備ですとか、まあ、しっかり練習ですとかね、レース積み重ねて、我々もチームとしてね、どんどん、はい、速くなっていこうということで、頑張ってやっております。はい。はい、ありがとうございます。はい。昨日の新次さんと同じ状態だってなってる。
あ、そんな、まさか。あ、まあそうですね、昨日ここのコーナーでしたね、僕も死んだの。それあれですよね、はい、アーカイブ残ってますよね。残ってますね。はい、ぜひ皆さんチェックいただきながら、僕と新次さんの違いを見ていただき、はい、僕は1周目でしたけどね。あ、ちょっと僕、やっぱり、ちょっと僕で言ってますよね。はい、はい、ということで、さあ、脇坂さん、はい、レース終えて、番宣タイムですかね、番宣何かございますでしょうか。今週末の話は一回出ましたけども、はいはい、今週末は、ようやくですね、スーパー GT がですね、開幕します。本当にね、新型コロナウイルスの影響でね、本当に大変な世の中になってるし、大変な方々たくさんいる中ね、本当、我々がスーパー GT ね、開発祭できるまでなったのはですね、本当医療従事者の方々とか、我々の生活がきちっとできるように、まあそういう仕事をされている方々の頑張り、そういうところには感謝したいと思いますし、モータースポーツファンの方々におかれましてはですね、レースできない時間がですね、長くて皆さんにはですね、寂しい思いをさせたと思うんですけれども、無観客にはなるんですけれども、スーパー GT 開幕します。J スポーツの方ですもですね、予選は多分無料開放すると思いますし、そういった意味ではですね、我々精一杯、モータースポーツの力でですね、今元気のない日本をなんとか、元気になるように頑張りたいと思いますので、スーパー GT ですね、応援いただけたらと思います。TGR として、2005年以来ですかね、スープラがですね、スーパー GT に帰ってきます。スープラ is back という形でですね、我々のボスであるですね、豊田章男社長と成瀬さん、この2人がですね、スープラを復活させたと言っても過言じゃないと思うんですけれども、その思いのもとですね、たくさんの方々が、いろいろ苦労しながらですね、血の滲む思いでですね、スープラを、カムバックさせまして、それの、GTC をがですね、いよいよ、レースデビューです。デビューウィンになるかどうか、デビューウィンしたいですけれども、デビューウィンできるかできないかはですね、そのこの一戦しか、チャンスがないということですね、なんとかデビューウィンしたいと思いますのでね、皆さん応援いただけたらと思います。よろしくお願いします。そして次の週になりますけれども、なんと私のアッソモータースポーツですね、こちらアッソモータースポーツ e スポーツチームでですね、この配信をお届けしてますが、アッソモータースポーツのリアルレーシングの方ですね、こちら、86レース GR86BRZ レースがですね、スゴの方で開幕します。こちらもですね、精一杯頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いしたいなと思います。あともう一つ、明日ですね、TGR の方でですね、開幕直前、TGR 配信というのがあります。ですね、スーパー GT の舞台でもう人だかりの人気のあるコンテンツ、監督トークショーですね、こちらをやったりですね、あとグランツーリスコでですね、TGR のドライバーたちを、招集してですね、スーパー GT 前のですね、ちょっとプレシーズンレースをしたいと思いますのでですね、うん、そちらの方もですね、明日、何時から配信やろう、 TGR のですね、Facebook とか Twitter とか、その辺を見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、もうどんどんイベントが来てね、楽しみな週末はどんどんね、できてくると思いますが、はい、もうどんどんいろんなの見て、応援していきたいと僕も思いますんで。はい、楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。今、テンパリーのキッペイちゃんが、TGR、オンライン TGR ステージ開幕スペシャル、19時からですね。なるほど。明日19時からでございます。よろしくお願いします。はい。スーパー GT オフィシャルさんにおかれましたら、こちらの方にもコメントお待ちしておりますので。よろしくお願いします。はい。はい。ということで、はい、今回のですね、7回目ですかね、の、はい、e スポーツチームとしての、配信は以上になります。はい。はい。ありがとうございました。はい。最後になりますけれども、G さんと KMR さんと新次さんのオーバルチキチキ鉄くずレースも見たいということです。上田さんどうもありがとうございます。そちらの方もですね、はい、ちょっと考えたいと。僕がですね、この配信前にお二人の配信を見たのも、実はですね、それが一番最初でございました。そうなんですね。それもちょっと考えていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、本日は以上になります。はい、引き続きまた配信しますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。